はい、どうも、高野元成です。この動画で明日の重賞予想と、Win5 対象レースの S から A 評価馬、で、最後に明日の注目馬、この3点についてやっていきたいと思っております。明日の朝日杯なんですけれども、かなりね、二強ムードみたいな、そんなところがあるんですけれども、僕はね、間に入ってくる何か、これは十分考えられると、そんな風に思っているんですね。この動画は何か参考になればと思っておりますので、最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。で、早速予想に参りましょう。明日の朝日杯なんですけれども、本命はジオグリフにいたしました。この馬はどっから語っていこうかなという、そんな感じではあるんですけれども、まず新馬戦、こちらに注目をしていただきたいんですね。確かに負かした馬、これ朝日という馬なんですが、その馬が後のトースポ杯2歳生育成2着に入りました。まあそういったね、レースレベルはもちろんなんですけれども、このレースに関してはラップがとにかく凄まじかったです。この馬が記録したね、上がり3ハロンが33秒3という足だったんですけれども、それ以上にラスト5ハロン、こちらの方に目を向けてみますと、57秒3というね、とんでもない時計で駆け抜けているんですね。これ2歳の東京で言うと、例えばグランアレグリアであったりとか、コントレールとか、サリウスであったりとか、そういったね、もう2歳とか3歳とか、そういったところでも G1 を勝ってしまうような、そんないわゆる化け物級しか出せないような時計を2歳の6月で出してしまった。これがまずね、一つ強調したいことなんですね。で、その新馬戦ではね、圧倒的な上がり3ハロンということで、いわゆる翌年のダービーにつながるような、そんな瞬発力を発揮したわけなんですけれども、それ以上にね、前走札幌2歳ステークス、こちらはもう全く性質の違うような、そんな一戦だったんですね。まあ、洋芝ということもありますし、コーナー4つの小回りコース、上がり3ハロン、この馬は36秒1とね、めちゃくちゃかかっていたんですが、それにもかかわらず、パフォーマンスは、新馬戦よりもさらに上がったという、そんな一戦だったんですね。で、当時の 1000m 通過が60秒3、まあ、新馬戦と比べるとだいぶ、この馬自身もね、厳しいラップを経験しているという、そんなことになるわけなんですけれども、まあ、逃げた馬がトップキャストという馬でした。これ2番人気だったんですけれども、で、3番手につけた馬、これがリューベックという馬でして、これが3番人気。まあ、ある程度人気馬が前に行ったということで、意識はかなり前の方にかかっていきました。よってね、ほとんど道中も よどみのないような、緩みがほとんどないような厳しいラップだったんですが、果たしてこの馬が展開が向いただけかどうか、展開が向いただけで、小回りの札幌2歳ステークスで4馬身差はまず不可能です。で、改めてレースを見てみますと、確かにね、スタートはかなり、ちょっと後手を踏んだというか、あまり良くなかったと思うんですけれども、道中通過順が示しますように、9953とね、勝負どころで一気に外から上がっていきました。もう4コーナーでね、多分勝つんだろうなという、そんな圧倒的な手応えだったんですけれども、抜け出してからもね、全く足色は衰えずに、上がり3ハロン最速での勝利。やっぱこの馬の決めるポテンシャルというか、次元が違うのかなと、僕はそんな印象を抱いてしまったんですね。まあ、ただね、もちろん全く課題がないわけではありません。特に今回なんかは初めての関西圏への輸送ですし、マイルという距離、こちらも初めてです。やっぱ有力馬がね、マイルをたくさん経験しているような、そんなアドバンテージがありますので、その部分においては確かに劣ります。ただ今回で言いますとね、週中の雨予報というかね、週中に雨が降りまして、金曜日も、あ、土曜日か、土曜日の競馬においても、ちょっと渋ったようなね、そんな馬場コンディションでの思考となりました。まあ、かなり、やっぱレースを見てみましたのでね、時計も上がりもかかっておりました。それこそ直線でね、外を通った馬が上位を独占したような、そんなレースもありましたので、少なくともこう外枠がね、7枠13番という外枠、そこにおいて差し損ねとか、そこの可能性においてはね、少し軽減されたのかなと、そんな風に思っているんですね。で、あとは今回の展開です。今回は前走を逃げた馬仕事をいるような、そんなかなりハイペースが予想される、そんな展開なんですね。やっぱそうなってくると当然問われるのはスタミナです。スタミナが問われますし、前に行った馬が多ければ多いほど、内に入ってしまった馬、そのね、前に行った馬を裁くためのね、ちょっとロスというか、そういったものが生じてしまう可能性があります。なので、この枠であればもう出たなりでね、直線はもう大外回すだけでいいでしょう。正直、先週の波売りにはそれを期待していたんですけれども、まあ、あれが最大限できることだったのかもしれません。ただ、この馬に関して言うと、基本的には大外をついてほしいです。あんまりこうね、小細工という言い方は良くないんですけれども、こう馬群に入れるですとかね、そういったことはあんまりしなくても、この舞台なら大丈夫でしょう。やっぱ大外を通っていきさえすれば、過去2戦で示したパフォーマンス、こちらに支障がないと思いますので、まあ、この馬を大外から突き抜けるシーン、これをね、僕は一番想定したいというふうに考えております。以下が相手になるわけなんですけれども、ここでは数頭に絞って、話をしたいと思っております。まずダノンスコーピオン、この馬を相手本戦に抜擢したんですけれども、この馬に強調したいのは新馬戦ですね。この舞台、阪神戦六の新馬戦だったんですが、当時が八重馬場でした。
でね、勝った結構その直線でね、これ多分させないのかなと思ったんですが、本当ゴール寸前でこうグイッと人伸びをして勝利を収めました。やっぱ相手渋った馬場もこなしておりましたし、阪神マイルを早い時期から経験できた、そういったアドバンテージはねかなりあると思いますので、今回の舞台においてもねそんな引けを取らないと、そんな風に考えました。で、あとダノンスコーピオンに関しては前走にも触れておきたいと思っております。前走キラーアビリティという馬に先着を果たしたんですが、僕はね、キラーアビリティは相当強いと、そんな風に思っているんですね。2戦目が、未勝利勝った時は圧巻の強さでしたし、まあ、おそらく勝つと睨んでいたわけなんですが、この馬がね、ゴール寸前でまたしてもグイッと人伸びして勝利を収めた、こういったタイプって僕のイメージではあるんですけれども、そんなにね舞台が変わったとかね、条件が変わった、頭数が増えた、そうだからといってそんなに崩れるイメージってないんですよね。相手なりという言い方が正しいかわかんないんですけれども、こう勝負根性を発揮できるような差し馬ですので、まあ、強い馬がいればいるほどその馬についていこうとして、こうね、どんどんポテンシャルが上がっていくような、そんなタイプだと思っているんですね。なんで今回の舞台に関しても、まあ、阪神外回り2戦2勝というふうにね、経験値も高いです。その中でやっぱ新馬戦に渋った馬場を経験した、そういったタフな馬場に対するね、適応力もありますので、今回はいわゆる2強というふうにね、今回言われているんですけれども、間に入ってくるのであれば、僕はこの馬だと思っております。あともう一頭の人気馬のセリフォス、この馬についても触れておきたいと思っております。この馬3戦3勝で、マイルのね、急半コースも全く問題なくこなしているような馬なんですけれども、一つだけ、懸念点を挙げたいんですね。まあ、このレベルの馬であったら勝ち切るかどうかがもう全てのところかなと思っておりますので、その部分における懸念点だとご理解をください。この馬に関して言うと、2戦目の新潟2歳ステークスがオールの芝の新潟で上がり3ハロン32秒8で、前走デイリー杯なんですけれども、こちらがね、まだ比較的、マシな馬場というか、良好な馬場だった時だったんですけれども、この時が上がり3ハロン33秒4。で、やっぱね、そうですね、ダイヤメジャー3区ではあるんですけれども、現状では、少なくとも現状においては瞬発力はかなり高いようなね、そんな馬だと思っているんですね。で、新馬戦の新潟、新馬戦が中京だったんですが、この時はまだ開催前半の馬場でした。その中で上がり3ハロン34秒前半というところで、今の段階においていいだけで言いますと、やっぱまだスタタフなね、そういった時計のかかるとか、スタミナを証明しきれていないという、そこだけが唯一僕は気になりました。ただね、まあ中内野球者って2歳戦めちゃくちゃ強いです。で、クリスチャン・デブルジョッキー、先週ちょっとあれでしたけれども、まあ今週もね、もう勝ちまくってるようなそんな状況ですので、まあ1週間もあれば微調整可能でしょうというところもありますので、正直まあこのような位置にしたんですけれども、そんなに馬券圏外になる感じは僕はしてないです、正直。ただその勝ち切るとかね、もっと言うと何らかのちょっとしたねスムーズさを変えたりですとか、スタミナがあまりにも問われるようなそんな状況になった時に3着のゾーンになってしまう可能性、そういった部分を含めてね、このような評価となりました。で、あと1頭、プルパレイについても触れておきたいと思っております。前走デイリー杯を使われて、こちらが逃げての4着でした。ちょっと過去2戦のね、内容からしてしまうとちょっと物足りなさも残ったんですけれども、前走はね、あまりにも瞬発力勝負にさせすぎてしまった、ここがね、僕原因だと思っているんですね。やっぱこの馬の武器って、粘り強さというか、そういったところだと僕は思っておりまして、新馬戦のヤヤモで2着もありましたし、2戦目の新潟のレコード勝ち、こちらが先通が58秒とか結構早い流れだったんですが、そちらを4角先頭で押し切ってしまいました。まあ、潜在的なスタミナという言い方をさせていただくんですけれども、そういった部分においてね、16しか確かに経験はしていないんですけれども、18をこなせるタイプなのかなと僕はそう思っているんですね。で、このレース非常にね、デムルジョッキー、ミルコデムルジョッキー強いですし、菅井厩舎もね、やっぱ同じように2歳戦においては、結構有力視したいような、そんな厩舎ですね。去年はステラベロチェで2着がありました。まあ、そういった部分も含めまして、前走はちょっと間が空いていて、相手のね、妄想ではあったんですけれども、まあ、賞金的な余裕を考えたらね、ひょっとしたらですけど、ある程度トライアル的なね、そんな意味合いがあったのかもしれません。で、まあ、デムルジョッキー、ミルコデムルジョッキーって、なんか勢いに乗るとずっと来ちゃう感じしません？まさに先週がね、このサークルオブライフで勝ったということもありましたので、まあそういった人馬の勢いというね、そんな部分、特に人の部分、そこにおいてね、ちょっとこの馬がこう粘り込みを果たしてもおかしくない、そのように判断をいたしました。はい、続いてウィン5対象レースの S から A 評価バー、こちらについてやっていきたいと思っております。まずは中京の10レースなんですが、こちらの4頭が上がりました。そうです。この中だと、ちょっとブッシュガーデン、
この馬ダートに変わってね、ちょっとまだ馬券圏内がない4着4着という馬ではあるんですけれども、まあ、結構ねその洋芝でも好走歴がありますし、3走前の黒馬賞、このレースを勝ったのがね、ラブリー・ユア・アイズだったと確か思うんですけれども、そうですね、そういったところともやっておりますし、距離に関しては全く問題ないと思います。まあ、2走前の中距離のレースは意外とね、負けはしたんですけれども走破時計も悪くなかったです。まあ、これまで戦ってきた相手とかね、そういった部分を考えると、ここでは格上と僕は判断をいたしました。で、あと使われ方がいいのがララランドという馬ですね。これまで、新馬戦はちょっとね、札幌で競争中止になってしまったんですけれども、2走前が東京戦4で刺す競馬で2着で、前走が逃げる競馬だったんですが、こちらも上がり3波の最速で1着でした。ともにね、左回りの東京ダート 1400m を使われつつ、鞍上もずっと同じ長野竹城ジョッキーが今回も騎乗いたします。まあ、この2歳におけるダート戦って本当に敵倉がなさすぎますので、そういった部分においてね、この馬は唯一というか、ローテーションにおいて左回りの専用をずっと使われている、その部分にね、ちょっとプラス材料として加えたいと思っております。はい、続いて阪神の10レースです。こちらの4頭が上がるわけなんですけれども、そうですね、やっぱこんな感じ3歳馬がちょっと有力ですかね。まあ、グレイングリーン、この馬に関しては阪神専用でのね、何度も好走歴がある馬ですし、テンハッピーローズも同じですね。テンハッピーローズに関しては前走かなり激流だったんですが、そういった流れも難なくこなしての勝利、やっぱ3歳世代が強いというのがね、この今年における一つのトレンドになっておりますので、そこは遵守をしたいと、そんな風に考えております。で、あと小馬の中ではね、セウラサーリという馬、この馬もねちょっと注目したいと、そんな風に思っているんですね。この馬阪神専用では馬券圏外がなくて、2走前でこの条件を勝利しておりました。で、前走みたいなね、時計の速い、上がりの速い阪神外回り、明らかに苦手だと、そんな風に思っていたんですが、3着という風に構想を果たした。なんか2走前のね、この休みというか、そういった部分を経て馬がワンランクアップしたような、僕はそんな印象を抱いたんですね。で、結構オルフェーブル3区って阪神専用にすごく強くてですね、まあ、この馬はまさに典型なんですけれども、この馬以外にも結構構想率が高いような、勝ち馬を多く輩出しているような、そんな血統なんですね。で、この馬に関しては3走前と同じ距離短縮ローテでの参戦、割と前に行こうと思えば行けるような馬でもありますので、結構3歳勢がね、今回差し馬が揃ったところも考えますと、前に行く馬の中では、かなり高く評価していいような、そんな一頭だと考えております。はい、続いて中山の11レースです。こちらの4頭なんですけれども、こちらに関しては素直に僕はアドマイヤハナルでいいと思っています。アドマイヤハナルという馬なんですけれども、2走前に皐月賞で4着に入りました。当時がね、超のつくハイレベルレースだったんですけれども、勝ったエフフォーリアがね、後にダービー1着で、秋の天皇賞を勝ちました。で、2着に入ったタイトルホルダー、こちらが秋の菊花賞を圧勝した馬です。で、3着ステラベローチェ、こちらもダービー3着、神戸新聞杯1着、こんなレベルの、メンバーにおいてこの馬が入った4着、この価値は計り知れません。今回小馬もね、正直そこまで抜けたような馬がいないような印象ではありますので、ここに関してはね、まあ、ただ唯一の S 評価というね、 S 評価という感じになったんですけれども、ちょっとね、僕の中ではこの馬が1頭だけは抜けているのかなという、そんな感覚を抱いております。はい、続いて中京11レースです。こちらの4頭なんですが、このレースかなり難しいです。難しいというか多分相当荒れます。その中で考えていきたいんですけれども、まずその中でね、まず人気馬から取っていきますと、モダスオペランディ、この馬中京でね、中京での渋った馬場、こちらの方で勝利実績がありますので、やっぱこの舞台のセオリーでいうと基本的には内枠の先行馬、まずそこを取るという意味でもね、まず一つ S 評価という風な、そんな形となりました。で、ここからなんですけれども、中京1008ってもう一個のパターンがありまして、例えばサウンドトゥルーが勝ったりですとかね、極端な差し追い込みに触れることもまたあるんですね。その中においてちょっと穴っぽいなと思ったのが、この鈴鹿豪傑という馬でして、この馬、中京ダート1008直近でね、2回ほど使われたんですが、6月のこの舞台において2着というふうに構想をいたしました。で、2走前なんですけれども、この時はね8着ではあるんですけれども、上がり3波論は2位の足でした。特にこれ5走前にね注目していただきたいんですが、当時が重馬場だったんですね。で、おそらく中京ね、土曜とか見る限り、こんな急に両馬場にはさすがに乾かないと思っておりますので、ある程度はこう足抜きのいい馬場が想定をされます。で、まあ、この舞台がね、前に行く馬が強い、これはみんなおそらく分かっていることです。なのでね、そういった場合かなり前がかりの展開というか、まあ、ましてや今回結構前に行く馬がね多いような印象を僕は抱きましたので、そういった場合においてこの馬がハマる可能性、これは多分にあると思います。で、それ以外ですと、同じように A 評価にしたササノガイア、
サトノガイアという馬なんですが、そうですね、この馬も同じように差し馬なんですけれども、まあ、2走前3走前、この減給で3着入っておりますのでね、すでに減給で力上位でしょう。ただね、この鈴鹿豪傑とこのサトノガイア、この2頭においては前掛かりにおける直線一騎型のね、穴馬候補としてちょっとピックアップをしていきたいなと、そんな風に考えております。はい、続いて阪神の11レースです。こちらは週中の動画をご参照ください。はい、で最後に明日の注目馬について触れていきたいと思っております。まずは、中京の6レースなんですけれども、中京6レースは3枠5番のイルクオーレ、この馬を注目馬に抜擢したいと思っております。この馬前走ね、昇級戦でちょっと惨敗を喫してしまったんですが、当時ね、1着2着馬、こちらのね、ちょっと客室に注目していただきたいんですね。こちらの客室なんですけれども、まあ、道中14番手以下とか、四角でもかなり後ろの方にいたね、そんな馬が上位を占めた。もうその時点でね、この馬、道中3番手を進んでいたんですけれども、相当前がきつかった。それがね、もう伺えると思うんですね。で、それを踏まえて過去の成績を見ていきますと、この馬そもそも専用は長いです。例えば2走前が函館の芝戦2で勝ったんですけれども、当時が先行押し切り。で、それ以外の未勝利戦、こちらにおいてもね、ダート戦2で構想しておりましたように、すごく短距離にこそね、能力を発揮するような、そんなタイプだと思っているんですね。なので、オールダートの、このダート、東京ダート専用っていうのはかなりね、タフな条件でもありますので、まあ、実際レースがそのようなタフな感じになった。やっぱ凡走は致し方ないかなと僕は思っておりました。なので今回に関しては距離短縮でもありますし、まあ、ちょうどね、今年の冬ですかね、冬の東京でも高走力がありますので、寒い時期は大歓迎です。なので、こういった、まあ、割と内目の枠を引けたこともありますので、今回に関してはね、もう逃げ切り覚悟というか、そういったね、もう惨敗覚悟でいいから逃げ切ってほしいです。逃げる競馬で行けばね、残り目の可能性は十分あると、そんなように判断をいたしました。はい、続いて中山の7レースですね。こちらなんですが、1枠2番のエールトゥーヘブン、この馬を注目馬にしたいと思っております。この馬なんですがね、ちょっと戦ってきた相手が今まで強すぎました。新馬戦勝ったオニャンコポンという馬なんですが、こちらが次走ね、102走特別を勝利。で、2走前の勝った馬もね、後に中1勝クラスで3着に入っておりました。やっぱそういったレースレベルの高いところでやるっていうのはね、かなりこの秋競馬、夏競馬で特に多いんですけれども、やっぱ未勝利戦ってね、まあ当然ではあるんですけれどもね、こう時間が経つにつれてどんどんレベルは下がります。その中においてもこのレースちょっとレベルがどうなんだろうって金層高層馬がねほとんどいないようなそんな状況ですので、この馬に関してはね十分こう繰り上がるだけでもね間違いなくまあ着順は上に来るのかなとそんな風に考えているんですね。で、前走に関してもレコード決着というようにちょっと時計が早すぎたというそんな側面もあったと思います。あとこの馬ちょっと血統がですね、キストゥーヘブン、母親がキストゥーヘブンという馬なんですが、こちらの方がね、冬競馬で、寒い時期の中山とかね、そういったところでの良績があるようなそんな馬です。そういった血統背景に加えまして、前走は東京芝 2000m で外枠、あれはきついです、正直言ってあれじゃちょっとどうしようもないのでね、今回中山のマイルの内枠があり、条件としては全く申し分ないと僕はそう思っておりますので、まあ、スムーズにさえ運ぶことができればね、そんなに大崩れすることはないのではないか、そんな風に思っております。はい、以上で明日の重賞走と B5 対象レースの S から A 評価馬で、最後に明日の注目馬、この3点は終了となります。早いもので来週は有馬記念というね、年末の大一番を迎えてしまいました。1年が早すぎて本当引いちゃってるぐらいなんですけれども、来週はね、有馬記念以外にも阪神カップとかそういったかなりスーパー G2 みたいなレースもありますのでね、よりたくさんコンテンツを何とか出せるようにそんな風に考えておりますので、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。